俺だってお前をこんな場所に閉じ込めたくはない。お前には無限の可能性がある。その未来を奪うのは実に惜しい。無意味な幻想など捨ててしまえ。これ以上待っても無駄だ。勝ったのは俺だ。勝者のそばにいる方がこれからはすぐ二人で見届けよう。朝食を持ってきたよ。昨日の夜から何も食べてないだろう。ごめん、その願いは叶えてあげられそうにない。6時頃にはライラ島に到着する。それまでもう少しだけ頑張って。船のキッチンを借りてイチゴトーストを作ったんだ。好きだろ。ローズティーも入れたよ。少しでも何か口にした方がいい。安心して。君が望むなら週末に時間を作って会いに行くよ。私も学院にいるからね。実はこの学期中に特別な仕事があってね。今までのように毎日は会えなくなると思う。でも君が会いたいと望んだ時には必ず会いに行くよ。
最近漫画のことで悩んでるだろう。君のことはわかるよ。前に言ったことを覚えているかい？クリエイターにとっていろんなものを見たり聞いたり経験したりすることはとても大切なんだ。天気もいいことだし、甲板に出てごらん。学院の生徒が他にもたくさんいるから友達を作ってくるといい。いや、このバルコニー一緒に使ってもいいかな？いきなり触れてしまって失礼。でもこれ以上下がると海に落ちるからな。泳ぎは得意だけどすぐに助けられるとは限らない。レディーには自分から名乗るべきだな。俺はロカ・ロスチャイルドだ。次の入試では俺の名前を問題に出してもらうとしよう。まあいい、ロカって呼んでくれ。本を読みたくてね。ここは読書にぴったりだ。これさ。
もしかしてこれを読んだことがあるのか？そうか、残念。俺は作者のファンでね、サインをもらうのが夢なんだ。貸してやるよ。気が向いたら読んでみて。もし気に入ったらそのままプレゼントしよう。遠慮はいらない。同じものを何冊も持ってるんだ。お前も絵を描くみたいだし、勉強にもなるだろう。そこにいるのかい？ああ、ロスチャイルドさんもいらしたんですね。こちらはロカ・ロスチャイルドさんだよ。プレストロングループの総裁でセントセシル学院の主要株主でもある方だ。自己紹介ならもう済ませたさ。そうだろ？今日は海が穏やかだから問題なく島に着けそうだな。入学おめでとう。おめでとう。自立した大人への第一歩だな。将来は俺のような立派な人間になれよ。それに関しては賛同しかねます。明日には住む場所が整うからまた連絡するよ。臨時宿舎には一人で行けるかい？そうか、気をつけるんだよ。漫画のことだけど、その時が来ればどう描くべきか自然とわかると思う。だからあまり焦らないで。